20代後半の女です。半年ほど前に大好きだった祖父が亡くなりました。倒れてから病院に運ばれ、半日後には亡くなりました。病室に親戚が集まり、途中喋れないものの意識が回復しましたが、その姿がとても苦しく辛そうで、みんなが頑張ってまた元気になって手を握った時に、私はこんなに苦しいなら早く楽になってほしいと思って何も言えませんでした。半年経っても自分が頑張ってと言えなかったことを思い出した自分はとても白状な人間なのではないかと思い後悔しています。ルクさんならこういう時どうしますか僕も多分早く死んだ方が楽なんだろうなって思うタイプなんで、 頑張れとか言わないです、ね、まあ僕はあのその自殺したいっていう人がいたとしてもあの自殺しない方がいいよって言わないタイプなのでそういう意味ではあのまあ参考にならないかもしれないですけどそのあの自分の知り合いとか友達であれば原因を聞いてその原因を多分あのなくすというのに協力すると思うんですよ。 例えば、3000万円借金があって、もうなんか追われてますとかであれば、じゃあ3000万貸すから、一文字さするのやめてとかって知り合いならいるんですけど、の赤の他人とかで別に僕3000万円貸す気はないので、そっか、死にたいのか、3000万か、お疲れ様でしたって多分言うと思うんですよ。ただ、もうちょっと時間があれば、生命保険とかこっそりかけて、その人が死んだ後に受け取りになるようにしたりすると思うんですけど、まあ置いといて。 なのであのまあ人が死んでしまうのは当然だよねっていうのがあってでその身内の人とかがまあ苦しんでる状態でお医者さんがそのまあこれ以上もう多分あの病状が良くなることはありませんよって言ってた時ってその苦しみ続ける時間をどれだけ長くするのかそれともサクッと死ぬかっていう2択でしかないですよね。でその 死んで欲しくないっていうのが、まあ一般的な感覚で、なのでその苦しんでても死んで欲しくないっていう自分の感情を優先して頑張ってっていう人が多分世の中未だに多数派だとは思うんですけど、別にその本人にとってみたらもう苦しい時間が長くなるだけなんで、まず早くすっきり死んだ方が得だよねっていうふうな考えに至るんじゃないかなと僕は思う派なんですよ。僕だったらそうだから <laughs>。要はその、 あのー、その、まあ、ある程度、その、きつい病気になって、ずっと痛いとかになってる人って、まあ、その、ガの患者さんとかって、モルヒネとか打たれたりして、で、その、ま、あの、頭朦朧としてる状態だから、そんなに痛がらないんですけど、基本的にその、ある程度、その、ステージ4とかになると、もう、ずっと痛い、意識がある限りずっと痛いみたいになるので、もうそれ死んだ方が楽だねじゃねみたいになったりするっぽいんですよね。なので、それだったら僕は死んだ方がいいなと思うタイプなので、なので、別にその、 あの、その人自身が、ま、どう望んでるかっていうのは聞けなかったので答えはわかんないですけど、僕だとしたら別になんか、治る見込みがないんだったら、苦しい時間を長くすることで何か意味があると思えないんですよね。まあ、その、遺書,書かなきゃいけないとか、なんかあの、俺が死ぬ前にこのハードディスクのこのデータだけは消してくれみたいなのをお願いするとか、なんかその苦しい中でもやらなければいけないことっていうのがあるんだったら、それは生き残って頑張れってなると思うんですけど、あの、基本人間いつかは死ぬんですよ。 なので、そのなんか苦しい時間を、じゃあその10年やりましたとか、でもまあいつか寿命があるかもしれないので、なのであの人は死ぬよねっていうところで、なのであの死ぬ時にどうせだったら苦しまないで死んだ方がいいんじゃね楽だしっていう風に僕は考えるので、まあそれが一般的かどうかっていうと一般的ではないと思うんですけど、別に一般的な考えをしてるからといって世の中幸せに生きられるかっていうとそうでもないんじゃないかなと思います。はい。